皆さんこんにちは。えー、物理学者の小林慎平です、えー。ということで、えー、今日はですね、24時間で走り抜ける物理の歩行の中で、えー、等速円運動の話をね、ちょっと扱ってみようかなと思ってます。あの本編では、えー、等速円運動はですね、まあ、波への準備ということでね、まあ、円運動というのがその後に単振動それから波の話につながっていくということをやったんですけども、まあ、その,あの一番基本となる等速円運動のところで、 あの僕ら物理ではですね、物体の位置とか、それから速度、でまあ、それらを決める要素である加速度、その辺の量が非常に重要になるので、その,あの量が等速円運動でどうなっているのかということをですね、まああの、計算するというか、まあ、どんな式が出てくるかということを紹介してたと思うんですけども、あの本編の時にもねちょろっと言ってたんですけどあの、実はですね、ベクトルを使って計算した方が、等速円運動の,あのいくつかの式っていうのは簡単なんですね。 あの、ちなみに、ベクトルだけじゃなくて、ちょっと微分析分も使うので、えー、その意味では、えー、高校のですね、特に数算以上の、その、数算以上というか、まあえー、数算のですね、えっ、ー、と、微分析分、例えば三角関数の微分析分とか、合成関数の微分析分とか、ちょっとそういうものを知らないと、計算はできないんですけれども、ただ、道具としてね、それを知っておくと、まあ、非常に話が早いということは確かなので、ちょっとま、それをお見せしようかなというふうに思います。 まあ、ぜひですね、あの、逆になんかそういうの知らなかった方もですね、あ、こんなに簡単にできるんだったらちょっとやってみてもいいかもなっていうふうに思ってもらえたらすごく嬉しいなという感じがします。でですね、あのー、どんな話かというと、あの、等速円運動している物体というのは、等速円運動というのは、えー、速度が一定で、あ、ごめんなさい、速度じゃない、速さが一定で、で、半径、円運動なんで、半径も、えー、一定の運動ですね。まあ、早い話が、えー、円軌道を ぐる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 こう回ってるよね。円軌道でぐる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 回ってるような、こう、例えば質量 M の物体ね、紐つけてぐるぐる回せば、そういうふうに回ったりとかすると思うんですけども、あの、もちろんこのね、あの、僕らが紐の先っちょにね、玉つけてくるくるくるる回せば、なかなかね、これの玉の速度、速さを一定にキープするっていうのはちょっと難しいですけれども、まあ問題として簡単のためにまず一定の速さでくるくるるる回っているものを考えましょう。でも先ほどから僕もね、ちょっと自分でも何度も言い間違えちゃって申し訳ないんですけども、 速さとか速度とかいうところの言葉をね、ちょっとあの、正確に使わないといけないんですけど、というのも、この物体というのは、まあ、時々、こくこく、こうね、くる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 、こう回り続けているので、この物体のね、速度、つまり、えー、速さに向きまで考えたものっていうのは、その向きは、えー、ずっと変わり、変わり続けるんですよね。この、例えば、えっ、ー、と、物体の速度が、まあ、速度が、えっ、ー、と、こういうふうに、 接線方向になるという話は本編でもちょっとしました。少しだけ実験の話もね、したと思うんですけれども、まあ、実際それを確認することは一応できると。あ、えっ、ー、と、ここでね、えっ、ー、と、V って書いてこう二重線みたいにこう書いているのは、これは、えっと、V ベクトルの意味です。あのー、いろいろですね、ベクトルの表し方って、まあ、表し方っていろいろあるんですけれども、その中の一つでよく使われるものの中に、あの、教科書とかでですね、ベクトルをですね、こう、太字で書いてるってあるんですね。太字でこういう感じで。 でただですね、こう、太字で表すっていうのを、毎回毎回自分でノートを取るときに、こういうふうに書いたりとか、こういうふうに書いたりするって、それはちょっと大変ですから、僕らはですね、あの、よくこういう表記を、あの、する。標準的なんですね。こういうふうに、まあ、二重線みたいなのでパッパッと書いてしまう。B ベクトルとかもこうだったりとか、C もこうだったりとか、こんなふうに書いたりとかよくします。だから、大学以降ではですね、よくこの書き方っていうのはあるので、まあ、知っといても損はないんじゃないかなっていうふうに思います。 あの、逆に何も書かないで、これでベクトルを表すっていう場合とかもあったりとかするので、まあ自分が使っている教科書で、ベクトルはどういう書き方になっているのかとかね、スカラー量はどういう書き方になっているのかっていうような、あスカラーっていうのは、えっ、ー、と、ベクトルと違って向きを持たないよね。えっ、ー、と、大きさとかしか持たないような、あの、量ですけれども、あの、あ大きさって言ってしまうと正の値しかないですね。なので、えっ、ー、と、正確に言うと、まあ、ま、値しか持たないものですね。マイナスとかもあり得るので。 例えば物理で出てくるんだったら気温とかね、そういうものっていうのは、えっ、ー、と、向きはないですよね。気温18度って言った時にそれは向きはないですよね。で、マイナス3度とかね、プラス18度とかいうふうに、プラスマイナスってのはありますけれども、別にそれはマイナスっていうのは、どっち側に向いてる気温とかそういうんじゃないですよね。まあ、ああいう、あの、向きを持たないようなものはスカラーって言いますけれども、まあ今ここで考えている速度とかはベクトル量です。で、まあこんな感じで速度がね、こういうふうになっていて、 で、えっ、ー、と、今、半径が、えー、例えば R だとしてですね。で、これがくる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 こう回っていると。で、くる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 こう回っているときに、えっ、ー、と、どんな式が、こっち側の方がよかったかな。どんな式が成り立つかっていう話で、本編でも紹介したのは、この物体のですね、速さを計算することがまずできて、速さはいくつだったかというと、r オメガというものになるとで。ところで、このオメガは何だろうと。このオメガは何だろうかというと、それは角速度というものです。 角速度っていうのは何かというと、単位時間あたりに、まあ、物体が吐くっていう言い方をしますけどね。えっ、ー、と、物体が吐く。えっ、ー、と、掃除の、掃除のこれです。吐く。えっ、ー、と、英語で言うと本当にスイープ。英語でもスイープって言うわけですけども、えっ、ー、と、こうやって物体がこうキュッとこう動くじゃないですか。 こうやって回転運動してるとこう物体が動くと思うんですけれども、なんかあたかもそれがですね、ここにこうモップみたいなやつがあって、キュッとこうね、ワイパーみたいにキュッとこう、この部分吐いているように見えるので、よく物体時間あたりに物体が吐く角度なんていう言い方をしますけれども、まあ、オメガっていうのはそういうですね、これオメガ。 オメガの小文字ですけれども、オメガというのはそういうふうに、1秒は単位時間。まあ、特に今だったら、まあ、MKS 単位系を使っていれば、単位時間というのは1秒のことですけれども、1秒あたりに物体が角度にしてどれだけ動くか、どれだけ吐くか。それを表しているのがオメガです。なので、えっ、ー、と、オメガは、まあ、普通僕らは、えっ、ー、と、もう、1度、2度っていうね、えっ、ー、と、度数法ではなくて、ラジアンを使うことが多いので、オメガの単位は MKS 単位系だったら、まあ、ラジアン毎秒という形でよく出てきます。なので、まあ、えっ、ー、と、 オメガラジアン毎秒だったとしたら、つまり1秒間でオメガラジアン行くと。2秒間で2オメガ。3秒間で3オメガ行くっていう。まあそういうことですね。で、なんでこんな角速度なんてものを考えるのかっていうと、角速度っていうのを考えないとですね、えっ、ー、と、本編でもこれ紹介しましたけれども、速度の値、まあもっと言うと速さだけを知っていても、その速さが本当に速いのか、速くないのかっていうのが、実は円運動の場合って少しわかりにくいんですよね。 っていうのも、速いというのは、まあ僕らももちろん、それが速く速くないかっていうのは絶対的な話ではないので、僕らが常に何かと比べて速い遅いっていうのは考えないといけないんですけれども、例えばこういうふうに紐がね、ある速さで、えっと、非常にまあ、例えばですね、それが、えっと、10メートル毎秒でくる,くるくるくる回っているって言った時の、まあ僕らが頭の中に想像するような、1秒間で10メートルも進むのかね、この半径だったらかなり速い速さで進んでると思うんですけれども、そういう状況と、あの、方やですね、例えば、 太陽と地球みたいに1億5 0 0 0万キロも半径があって、で、そこを速さ10メートル毎秒で進んでいるっていうシチュエーションだったら、これはもちろん同じ速さ10メートル毎秒なんですけれども、一周するのにだいぶ時間が変わってますよね。半径が小さければ、まあ早く回ってきますけれども、半径がすごく巨大ならね、回ってくるのものすごく大変なんですよね。 現に、あの、地球は秒速30キロっていう速さで太陽の周りを公転運動してますけれども、秒速30キロってめちゃくちゃ速いですけれども、僕らのね、日常生活のスケールからしたらめちゃくちゃ速いですけれども、一周するのに365日もかかるわけですよね。それはもちろん、太陽と地球の間の半径が距離がすごく大きいからに、まあ、他ならないわけです。なので、えっと、単純に速さだけを見ていては、いつ一周してくるのかがよくわからないので、 なので、えー、とむしろ角速度という量を用いて、1秒間で角度どのくらい行けるのかっていうことを、まあ、知っておきたいんですね。で、まあ、これが分かってれば、角速度オメガが分かってると、周期はどうなるかっていうと、周期は、周期 t はもちろん時間の間隔なんで、単位は秒ですけれども、周期 t と角速度オメガにはこういう関係があったと。まあ、これ本編でも紹介しました。 えっと、これなんでかっていうと、えっ、ー、と、わかりやすいのは、えっ、ー、と、オメガのそもそもの定義に戻ればいいですけれども、これが一番わかりやすいんじゃないですかね。オメガっていうのは、1秒間に何ラジアン進むか、角度にして何ラジアン進むかを表しているんですけども、そうすると、オメガというのを知りたければ、この物体がくるくる回っている時の角速度を知りたければ、えっ、ー、と、1周したら 2π ラジアンです。1周が 2π ラジアンです。で、周期は1周するのにかかる時間です。だから例えば、えっ、ー、と、例えば周期が2秒だったとするじゃないですか。 ってことは、1秒間あ、ごめんなさい、2秒間で一周してくるわけですけれども、じゃあ、1秒間で、あ、ごめんなさい、なんか間違いな2秒間で一周するんだったら、1秒間でどのくらいの角度行くかって言ったら、2秒でこうくるんだったら、1秒間で、まあ、半分の、180度、つまり、π ラジアンですよね、進むのね。で、その π ラジアンってどこで求めたの ?1 秒あたりが π ラジアンであることっていうのは、どうやって求めたんですかって言ったら、1秒あたりの角速度 π ラジアンどうやって求めたんですかって言ったら、それは、 一周すると 2π で、一周するのにかかる時間が2秒だから、2分の 2π っていうのを計算して、π って出してるわけですね。うん、っていうふうに、えっ、ー、と、一周するのにか、えー、1周の角度を一周するのにかかる時間で割ってあげれば、じゃあ1秒でどのくらい行けるかってことがわかる。 あの、まあ、本当にあの、この辺のところ、あの、まあ、物理がね、そもそも好きな人とか、計算得意な人だったら別にこんなところいちいち、あの、あんまり疑問にも思わないかもしれないですけれども、結構僕もね、いろんなところでお話しさせていただくとですね、まあ、文字式アレルギーっていうのは非常に強い方多くって、文字式になったらもうそれだけでも見るのも嫌いいとか、考えるのも嫌いいって方たくさんいらっしゃるんですけど、別にあの、文字式で与えられてるからって、文字式のまんま考えなきゃいけないってことはないんですよね。 これあの、本当に皆さんですね、その辺のあの、なんていうかな、自分に対する縛りはもう外してもらって全然構わないと思うんですけれども、文字式で教科書に書いてあったとしても、自分で具体的な数字に置き換えればいいんですよ。で簡単なところから順番にやって、で、それから一般化すればいいんです。だいたい僕ら人間の思考パターンってそうですからね。 普通僕らは現象の具体、具体的な現象から始まって、それを積み重ねていくうちに一般化するっていう一般化できるようになってくるわけで、いきなり一番最初から一般的な抽象的な思考をドーンって頭に入れるとか、それを体験するってことは、これないですからね。普通僕らは具体的なところから必ず入るので、人間ってのは構造は、頭の構造は基本的に、物の、ものの考え方の構造はそうなってるわけですよ。なので、理解するときに、何も教科書に書かれている通りに理解しなきゃいけないってことは全然なくって。 教科書は整理,整,理整理してね、体系化した形で書いてありますから、どうしてもこういうスッキリした形で書かれちゃうことが多いんですけれども、それを理解するときにまでスッキリしたやり方で理解する必要は全然ないんですね。むしろ自分たちなりの、自分なりの泥臭い方法っていうのを常に使っていったらいいんです。それはもう本当に自分の身体性とかなり直結してますから、あの方法はおそらく個人個人かなり違うんじゃないでしょうかね。まあいろいろやり方はあると思います。 さあまあ、それはともかくとしてですね、まあ、この角速度オメガってやつを使って、速さはこんな風に書けるという話でした。それからもう一つ、えっ、ー、と、確か加速度についてもちゃんと本編でもやったんですけども、加速度の大きさもね、これも大変なんですよね。あれも、まあ、なんか図を書いて結構頑張らなきゃいけないんですけども、えっ、ー、と、まあ、これはちょっと答えだけ、えっ、ー、と、本編を確認してもらうことにして、えー、答えだけ言っておくと、加速度の大きさというのは、r オメガ2乗、または r 分の v2 乗という形で書けると。 なんでかっていうと、V とオメガにはね、こういう関係がありますから、えっと、オメガで書いてた式は、V で書き直すこともできて、まあこんな感じになる。でも結構この値が、まあ後々ですね、両子の世界のところに行った時の棒ア模型のね、ところで円運動してる、まあ電子がえ原子核を中心としてくる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 円運動してるというモデルを作ったりするわけですけども、その時の電子が受ける加速度とかね、電子のえー食らう遠心力とか、そういうものを作るときなんかにもこの式が出てきたりとかしました。 ということで、まあ、この辺の話が出てきたんですけれども、あの時にもですね、あの、結構苦労しながらね、この速度とかそういうのを求めてたんですけど、ちょっと今日はせっかくなので、ベクトルで一発でやってみようかなというふうに思います。ということで、まあ、セットアップとしては、ここに書いてあるセットアップと一緒で、基本的に、角速度オメガでくるくる回っている物体があるとしましょう。まあ、紐がくっついてるのか、万円力でくっついてるのか、くっついてるのか、万円力で引っ張られてて、あさっての方向に行かないのか知りませんが、 角速度オメガ、それでまあ半径 R の等速円運動があるとしましょう。まあ、それを考えるとしましょう。つまり、こう、物体がこうありまし、物体じゃない、円軌道がこうありまして、 で、まあ簡単なために二次元運動でいいです。まあ三次元空間の中で考えた方が面白いかもしれませんけれども、まあ三次元に拡張するのはいつでもできるので、とりあえずまあ二次元でまず一回ちょっと考えましょうで。そうするとですね、例えば最初物体が、まあここにいたとしましょうか。簡単のためにね。t イコール0で最初ここにいたとしましょう。時刻 t イコール0で物体がここにいて、これがキュッとこう動いてきて、なんかちょっとおかしい。 えっと、こんな感じで動いてきて、しばらくして物体がですね、この辺に来たとしましょう。これ時刻 t としましょうか。で、まあもちろん物体は、まあ速度を持ってるわけですね。こういう速度を持ってるわけですけども。こういう速度ベクトルを持ってるわけですけれども。で、この知りたいのはこの速度ベクトルの正体と、それからもう一つ加速度についてもですね。 まあ、加速度、あ、そうか。ここで加速度、大きさしか言ってないですけれども、加速度は内向き、ね、更新方向になるなんて話もしましたけれども、それも計算ですぐ出ます。さえっ、ー、と、まずはですね、えっ、ー、と、この物体の速度を求めたいなと思うんですけども、速度を求めるときに、まず大事な量としてはですね、位置です。位置があると速度を求めることができる。なぜならば、位置と速度と加速度には、非常にスッキリとした関係があるんですね。位置というのは、位置を微分すると、 速度になって、特に瞬間の速度と呼ばれるものになって、さらにもう一つ、あ、ここに書いてあるこの R は、これは、えっ、ー、と、R の二重線で、これは1ベクトルです。物体の位置を表しているベクトルです。この絵の中で言うと、これです。これ。これが物体の1ベクトルです。1ベクトルっていうのは、この1ベクトルっていうのは、まあ 原点とか適当に自分で決めるんですけど、ある原点から、まあ、えー、物体がいる場所に向かって引っ張ったベクトルですね。だからこの矢印の先っちょに物体が常にいると思ってください。なんだかこう三次元空間みたいなのがこうなってて、物体が例えばふにゃ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 とこう動いてるとしたら、ある時刻に物体がここにいたら、物体の一ベクトルってのはこれで。で、物体がこう動いていくと一ベクトル今度ここになって。 次物体がこの時刻でここに来てたら、その時の1ベクトルはこれでというふうに、1ベクトルがシューッとですね、物体が動くのにつれて1ベクトルもこうシューッとこう動いています。 だから、あの、二、まあ、次元の方がわかりやすいのかな。二次元でこうなっているときに、こう、最初物体がここにいたら、ここ、これが1ベクトルで、次物体がしばらく進んで、ここに来たら、これも、これが1ベクトルで、この時刻の1ベクトルはこれで、この時刻の1ベクトルがこれでっていうのは調子で、1ベクトルの先っちょに、まあ、なんかインクがついてると思ってもらって、1ベクトルがスーッと動いたら、そこにこう線が出てくるわけですけど、それが物体の運動、あ、物体が運動した跡です。奇跡です。物体が運動した道の後ですね。 トラジェクトリー、えー、とです。そんで、えーとまあ、じゃあそれで話戻します。じゃこれが1ベクトルですけれども、その1ベクトルを微分すると速度になって、さらにもう一発こいつを微分してあげると、微分してあげると今度は加速度が出てくる。というわけです。加速度はまあアクセラレーションなんで A と書いて で、この辺もね、瞬間の速度とかね、瞬間の加速度っていう話は本編の方でもちょっとしましたので、ただあの時は、え、一次元、まあ、実は24時間で走り抜ける物理はですね、ほとんど一次元の問題に限って話を実はやってるんですね。あの、本質的に一次元で尽きる、あのー、ことが多いので、まあ、そこまで話を、まあ、落とせるものは話をそこまで落として、実は一次元で議論をしてました。 ただ、実際僕らが見かける、まあ、物体の運動は当然3次元空間だったり、または2次元に限定されてたりとかするかもしれませんけれども、ちょっと1次元だけだとつまらないことも多いので、えー、まあ、一般的に拡張しておきたい。で、そうすると、当然物体の動きも、X 軸上の X 座標だけを知ればいいって話じゃなくて、物体についてもですね、物体の、えー、本当はこういう、こう、物体がこういうふうに、こう、3次元空間の中にいて、物体が3次元空間のこういうところにいてですね、 物体は当然、X 座標も Y 座標も Z 座標も持ちますと。X 座標、Y 座標、Z 座標はそれぞれどこかというとこう、こう遮影してきて、こんな感じですかね。ここが X 座標で、ここが Y 座標で、えー、っと、ここにこう旋回。ここで平行中に行これが Z 座標です。これが Z 座標です。いいですかね。だからこういうふうに物体というのは、まあ本来、X 座標、Y 座標、Z 座標を持っていて、 その、これをですね、成分として、まあ持つというか、これを成分として割り当ててあげたベクトルが R です。1ベクトル R です。あの、割り当てたってなんか急に変な言い方したのは、えっと、高校だとですね、1ベクトルっていうのは、まあそもそもなんかこれ自体が1ベクトルだ。つまり、 x, y, z という成分を持っているベクトルっていうね、これが自体が1ベクトルだってものの捉え方をしちゃうんですけども、実はベクトルとベクトルの成分っていうのは本来同じものではないんですね。まずベクトルがあって、そのベクトルを何らかの方法で表示するために僕らは座標を導入するんです。で,で、その座標を、その座標に応じて、成分が決まってくる。今ここに書いたようにベクトルがあって、 座標軸を張ってで、その座標軸に向かってこう遮影していくわけですね。結局これは何かっていうと、これは X 軸にこの R という1ベクトルを遮影したんですね。同じように Y 軸に遮影したんです。同じように Z 軸に遮影したんです。その遮影した時のここの座標軸の値のことを成分というふうに僕ら呼んでいるわけです。なので、 えっと、まあ、この x 軸、xyz のこの座標軸がですね、例えば、ちょっとこう回転したり、こんな風に回転したりとかしたら、当然、r ベクトルを遮影した時の成分の場所は変わってきます。値は変わってきます。なので、えっ、ー、と、規定ベクと座標軸に応じて、まあ、ちょっとこの値とも数値も本来変わってくるものなので、実は成分と r というベクトルそのものを本当は同一子というか、あの、完全に同じものと見るというのは、まあ、ちょっと本当は、えっ、ー、と、だいぶ、なんていうかな、えっ、ー、と、まあ、ある種の拡大解釈というか、 その、こういうデカルタ座標のような簡単な時で僕らが、まあ、誰しも自然に使っているような分かりやすい座標形しか使わないっていう時に限定してる話なんですね。まあ、それはちょっとややこしいので、それは一般相対論の話なので、ちょっと、あの、ここでやめますけれども。まあ、いいでしょうか。まあ、いずれにせよですね、まあ、えっ、ー、と、3次元空間で考えるとか、2次元空間で考えると、えっ、ー、と、X 座標とかだけじゃなくて、 一ベクトルで考えて、つまり X 座標 y 座標 Z、X 座標、Y 座標、Z 座標というですね、三つの座標をそもそも持っているような、成分を持っているようなベクトルをまとめて考えた方が、まあ、いいわけです。なので、まあ、この円運動にしても、まあ、今これ二次元ですけれども、物体がだん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 こう動いていくとですね、それにつれて1ベクトルもシューッとこう動いていく。この1ベクトルの先っちょについているインクがスーッと書いてる線が円になっているというわけですね。 ちなみに、まあ、微分、微分したら、こう、それぞれ行くわけですけども、その逆演算が積分なので、加速度を積分すれば、速度になるし、速度、えー、と、さらに積分すれば、1ベクトル、あベクトルになるとでね、まあ、その都度に、その都度積分するために、積分定数が出てきて、それが初期位置とか初速度に関係するっていうのは、別のところ別の動画で述べました。 ということで、えっ、ー、と、位置が、まあ、何をしたいかというと、とりあえず私、今ここでやりたいのは、物体の速度と、それから加速度についてなんですけど、この関係から見てわかるように、物体の位置がもしわかるんだったら、位置から速度を求めることができます。で、速度がわかれば加速度を求めることができます。 で、あの、普段の力学というか、普段の力学というか、まあ、あの、私、あの、別のところで説明してた、その力学の目標がね、位置や速度だっていう考え方からするならば、まず加速度が分かっていて、その加速度からそれを積分することで速度を求めて、さらに積分することで位置を求めるという話なんですけども、今は、等速円運動という非常に単純な話だということがもう、セットアップとして与えられているので、珍しくですね、位置の方が先に分かるんですね。位置の方が先に分かります。 なぜならば、1ベクトルのここの値、つまりこの x 座標とこの y 座標の値というのは分かっちゃうんですよ。それなんでかというと、今ですね、角速度がオメガで半径 r の等速円運動というふうに言ってますから、ここの半径は、ここの半径は r なんですね。で、それからもう一つ、ここの角度。これも重要なんですけど、角度はいくつか分かりますかね。ここの角度。 えっと、今、角速度がオメガで、時刻 t イコール0でここにいて、時刻 t でここに来てますから、えっと、角速度がオメガってことは、角速度は1秒間に進む角度でしたから、1秒後にはオメガ進んで、2秒後には2オメガ進んで、3秒後には3オメガ進んでいく。っていうことは、0から t だから、t 秒後にはどんだけ進むかっていうと、t 秒後には t× オメガだけ進んでるはずですよね。で、まあ、オメガの方を前に書くことが多いので、普通、まあ、ここはオメガ t と。 ここの角度はオメガ T ですね。これだけの角度になっているということが分かったので、いてことでこれでも直角三角形を見れば、X 座標と Y 座標とこれ出ちゃいましたね。この本編でもちょっと単振動のところでも少し説明したお話になるんですけども、ここですね。この直角三角形がこういうふうにこうあったときに、今だったらここの長さが X で、ここの長さが今 Y だと。ここが Y で、ここが X ですね。 で、えっ、ー、と、斜辺の長さが r で、で、ここの角度が、えっ、ー、と、オメガ t という風うになっているので、あとは、えっ、ー、と、x と y と r のそれぞれ三角比の関係ですよね。えっ、ー、と、斜辺分の底辺というのがコサインですから、角度が今、オメガ t なんだからこんな感じ。ということで、x は r サインオメガ t です。でで、同じように、じゃあ、r 分、えっ、ー、と、斜辺分の この縦の高さっていう、これね、これはサインでしたから、これサインオメガ t なので、じゃあ両辺から r を取っ払ってこっち側に掛け算してあげると、y は r のサインオメガ t ということになります。というわけで、この等速円運動している物体における位置ベクトルは、こういう形で具体的にも決まっちゃいました。なので、決まっちゃったので、まあ、そう書きましょう。この場合は <laughs>、 縦ベクトルで書いた方が多分分かりやすいというか書きやすいですね少なくともね。はい。こうすると、X 座標は R の cos オメガ T と。で、Y 座標は R の sin のオメガ T とこんな感じになります。で、はい。もうここまで分かったら次はもうあとはね、機械的にもうストレートフォワードに全部ダーッといきます。そうすると次は、えー、っと <laughs>、これを微分すると。 時間で微分する。まあ、微分もね、何で微分するんだっていうのはもちろんあるわけですけども、今は時間で微分します。なぜならば、時間変化を見たいからです。位置ベクトルの時間変化、物体の位置の時間変化こそ速度ですからね。なので、時間で微分すると速度ベクトルが求まります。で、ベクトルの場合も、書き方は基本同じです。こういうふうに位置を時間で微分するとこういうふうに書きます。で、この量の定義は、言葉の意味は、まあ、この、えっ、ー、と、まあ、このベクトル本体を 微分しているっていうことなんですけども、実はちょっとここね、本当はややこしい話があるんですけれども、えっ、ー、と、今の場合はこれで OK です。すなわち、これは何をやってるかっていうと、各成分ですね。各々の,の,の成分をそれぞれ微分すると。成分ごとに微分します。で、そうすると、r cos オメガ t を微分すると、 えっと、コサインを微分するとマイナスサインが出てくると。でただし、そのコサインの引数の中に t, だ t じゃなくて、オメガが付いているので、合成関数の微分法ってやつを使ってあげないといけなくて、えー、答え的にちょっとオメガが前に出るという形になります。なので、まあ、これもちょっと書いた方が早いですね。r と、それからマイナスサインになるということで。で、オメガが前に出るということを忘れないようにすると、こんな感じ。マイナス r オメガサインオメガ t。 でこれ本編でもね、えっ、ー、と、コサイン微分するとマイナスサインになって、サイン微分するとマイナスあ、ごめんなさい、サイン微分するとコサインになるっていうのは、グラフを見れば大体ね、変化の様子で大体わかるってことは言いましたけども、まあそんなようなものをちゃんと正確に計算してあげれば、こんな感じになると。というわけで、これが、X 成分ですね、物体の X,、えー、と X 座標、位置の X 座標を時間で微分したものなので、X 方向への速度、すなわちこれが VX です。 で、こちら側が vy ですね。こんな感じにな。こんな感じなります。ということで、えっ、ー、と、速度ベクトルの正体はこれでわかりました。で、これ速度ベクトルの正体が分かったら、まず大きさめっちゃ簡単にわかるんですよ。速さっていうのは、速さは速度ベクトルの大きさですから、このベクトルの大きさを計算してあげればいいわけで、ベクトルの大きさって、 ベクトルの大きさって何だったかっていうと、ベクトルのこのそれぞれの成分を2乗して足してルートをつければいい。三平方の定理ですよね。それをやってあげればいい。いうことだったので、これ2乗すると、r 次乗オメガ次乗の sine 次乗オメガ t になって、で、こちら側を2乗すると、r 次乗オメガ次乗の cos オメガ次乗、こうじゃない。cos 二乗オメガ t になって、で、それのルートになりますから。 で、そうすると、サイン10とコサイン10というのをこれを足し算してあげて、で、ルート外して、r オメガになりますよ、という。そういう話です。いいですかね。で、えっ、ー、と、これまあ、速さはまあ、これで僕らがさっきから知ってる、V は r オメガだって式が出てきたわけですけども、単純に微分したら機械的に出てきちゃいましたけども、向きもですね、まあ、これでわかります。向きも、えっ、ー、と、今見ると、えっ、ー、とですね、これ見ると、Vx と Vy の、えっ、ー、と、比っていうのは、r オメガが共通してますから、 マイナスサインオメガ T 対コサインオメガ T なんですね。VX と VY の大きさの比が。で、コサインオメガ T とサインオメガ T って今は、ここがコサインオメガ R コサインオメガ T で、ここが R サインオメガ T なので、この直角三角形を見たときに、これ対これっていうのが、コサインオメガ T 対サインオメガ T の大きさの比なんですよ。で、そうするとちょうどですね、ここにあるこの V のこれ。これ、見てください、これ。これの、この V の この V の X 方向の、これが VX っていう成分で、こっちが VY っていうことになるわけですけども、これちょうど VX と VY の関係って、この三角形とこの三角形、これ相似な三角形ですから、これ対これは、これ対これですよね。大きさの比は。つまり、X 成分と Y 成分の比、つまり c o s オメガ t 対 sin ガ t は、c o s オメガ t 対 サインオメガティの比の関係になってるじゃないですか。そうすると、VY の方がコサインで、VX の方の大きさがサインオメガティ。で、しかも VX 方 VX はマイナスなので、左側を向いてるということで、まあ、ああ、なるほど、なるほど。多分この感じのベクトルだよなってことは分かりますよね。ただ、もちろん、この長さはね、長さがいくつなのか分からないんですよ。長さは、えっと、R オメガなんですけど、オメガの値を具体的に与えてないので、 半径が r に対して、まあ、この長さなんだから、オメガって0.5ぐらいとかですかね。0.3とかそのぐらいかな。まあ、あの、まあ、そこは適当で構わないんですけども、オメガの値に応じてね、もちろん v の長さっていうのは変わってきますから、これ適当で構わないんですが、とにかく大事なのは、vx 対 vy っていうこの長さの比ですね。この長さの比は、sin オメガ対 cos オメガ t になっていて、で、それは、 ちょうどこの比、これを見れば、コサインとサインの比っていうのは、これとこれっていう比の関係っていうのは分かってますから、ちょうどその感じのね、掃除の三角形がここに出てきてることは分かります。というわけで、この接線方向に向かってここ、ね、ここ直角で、ここ直角で、接線方向に向かって伸びている速度、ベクトルになってるなってことは、まあ、分かる。で、またはですね、もしあの、あの、さらにもうちょっと気になる人がいたら、えっ、ー、と、1ベクトルと V というの、このね、せっかくベクトルが与えられたら、 皆さん、ベクトルの内積ってのも知ってるでしょうから、それも計算してみるといいんじゃないですかね。内積計算してみると、掛け算して0、あ、ごめんなさい、内積取って0だってことはわかります。何を言ってるかというと、<laughs> r と v の内積を取ってあげると、内積っていうのは、えっ、ー、と、ま、r と v の内積を取るので、内積っていうのは何だったかというと、成分で書くならば、x 成分同士を掛け算して、y 成分同士を掛け算して、それを足しなさいってことですよね。 そうすると、r cos オメガ t かける r、r とマイナス r オメガ s i n オメガ t ですから、r が2個あって、オメガは1個で、コス sine でマイナスですよね。なので、マイナス r 事情オメガの cos オメガ t sine オメガ t がまずあって、次 y 成分同士を掛け算すると、同じように r と r 事情、これね、あるので、r 事情オメガの sine と cos ですね。 サインオメガティとコサインオメガティというのが出てくるので、この二つを足した結果は0ということで、内積を取って0っていうことから、これは内積を取って0っていうことから、まあ、えっと、今、r ベクトルと v ベクトルは大きさ0とはしていないので、これは r ベクトルと v ベクトルは直行すると。垂直である r ベクトル、1ベクトルと、それから速度ベクトルっていうのは直行するだろうなということはこれでわかる。 ただ、えっ、ー、と、あれ、ちょっと待ってください。直行するって言ったら、V ってこっちの可能性もありますよね。まさにそうなんですけど、それはその通りですよね。そうなんですけども、えっ、ー、と、直行することしか内積の段階では分かりませんが、ここは一つですね、えっ、ー、と、見ると、VX が、あの、X 成分がマイナスなので、こっちが向いてると。もし、こっち側、V が向いてる場合は、X 成分はこっちですね。なので、VX は右方向になるので、プラスになるはずなので、ここマイナスですから、 こっち方向なんだなっていうことで、さっき書いてた絵が正しいってことは、これでわかるというわけです。はい。いうことで、これで、えっ、ー、と、VX、えっ、ー、と、R と V も分かってしまったので、あとはもう、もうこれは簡単で、ちょっともうこれ、またここ消しちゃいますけども、あとは、今度は加速度ですね。もうやり方は、あの、さっきと全く一緒です。次、加速度を知りたければ、加速度は、今度は、えっ、ー、と、速度をもう一回微分する。 まあだから、1ベクトルからしたら、1ベクトルを2回微分することになるわけですけども、これを1回微分してあげればいい。そうすると、サインを微分するとコサインになるわけですね。ただ微分するときに、やっぱりまたオメガがも,もう一発前に出ます。それから、えっと、コサインを微分するとマイナスサインですけども、マイナスサインになりますけども、オメガが合成関数の微分法で一発前に出ます。という形になるので、どっちもオメガ事情が出たり、コサイン微分するとマイナスサインになるので、マイナスがつきます。ってことで、結果的には、こい、これは、 この量は r オメガ字乗のコサインオメガ t とマイナス -r 字乗のサインオメガ t とこんな感じになるんですけども、ですけども、これよく見ると、これと見比べてほしいんですけど、これとね、この形、この二つをこう標識をこうちょっと見比べてほしいんですけども、そうすると <laughs>、非常によく似てるのわかりますかね比例してるのわかりますか つまり、r コスオメガ t とここに入ってますね。r コ o オメガ t.r コ o オメガ t. R コスオメガ t で、ここは r サイオメガ t、r サイ n オメガ t.r サイ n オメガ t. ということで、マイナスオメガ事情だけくっついてるだけで、あとは、1ベクトルと A ベクトル、えっと、加速度ベクトルと同じなんですね。つまり、前にマイナスオメガ事情を出してしまうと、こんな風に書ける。よって、加速度ベクトルは、マイナスオメガ事情の マイナスがついてオメガ事情の1ベクトルですよってことはこれで分かっちゃいます。うん。というわけで、まあ、大きさは大きさでね、もう大きさも、こっからもう大きさは計算しちゃった方が良かったかな。<laughs> 大きさなんかは、こっから計算しようとすると、A ベクトルの大きさは、もうコサインとね、サインってのは2乗して足したら1ですから、この辺は消えるんですよ。で、この前についてる係数だけが生き残ってくれて、R オメガ事情ってやつはすぐ出てくると。ね、さっき書いてた、えっ、ー、と、加速度は R オメガ事情っていうのはちょっとね、 あの、図で計算するのはなかなか大変なんだけれども、ベクトルで微分するとパッと一瞬で出てきます。で、さっき、えっ、ー、と、さっき、えっ、ー、と、V イコール r オメガっていうのをでに出してありますから、R 分の V 以上っていうのはまっすぐ出ると。まあ、これ、まあ、これいいんですけども、えっ、ー、と、ベクトルでやることの一つの利点に、えー、もう一つの向きがね、パッとすぐ出てくるてこところがあると思うんですけども、そうすると、円運動している物体がこうありまして、ちょっと薄いな。円運動している物体がこうありまして、 で、これを1ベクトルとしているわけですけども、その時に、加速度ベクトルは、1ベクトルのマイナス向きだって書いてあるんですね。で、まあ、オメガ呪状がついているので、大きさがどのくらいにこう縮尺されるかは知りませんが、えー、縮小されるか拡大されるかはわかりませんが、えー、っと、いずれにせよ、1ベクトルとマイナスがついているので、1ベクトルの反対方向を見向ている。これが加速度ベクトルですね。で、加速度ベクトルは中心方向を向いている。 ということで、まあ、これ、更新ベクトルね。更新、まあ、更新ベクトルというか、更新方向ですね。更新方向を向いているような、まあ、ベクトルであると。中心側向くということで、まあ、これも本編でも言いましたけれども、内側向いているというベクトルだってことは、これでわかります。ということで、まあ、ベクトルで計算すると、その辺ね、この辺の向きとか、もすぐにもう出てきてしまって、まあ、計算すごいスッキリしてるなってことはわかったと思います。ただ、大事なのは、えっ、ー、と、今やってるのは、これね、あの、まあ、物理だってこともありますし、もちろん数学もそうなんですけども、 ちゃんとこういう出てきた結果がですね、納得のいくものなのかどうかっていうことを自分の中で体感としてね、知っておくことですね。で、あの、本編で僕が言ってたのは、なぜ加速度が中心方向を向くのかっていうとですね、本来物体というのは、ここに紐がなかったりとか、万有力がなかったら、えー、プツンとこれ切ってしまったら、直線方向ですね、接線方向にポンとこう飛んでいってしまう。 なぜならば、物体には感性の法則ってのがあって、基本的に力が加わらなければ、等速直線運動を続けるんですよね。それは当然です。誰も触ってなければ変化は起きないので、まっすぐひたすら飛んでいっちゃいます。なんだけれども、こっちに飛びたいんだけれども、紐がくっついてるので、おい、ちょっと待てつっ,ってこう、戻されるわけですねで。こいつは常に生成方向に飛ぼうと、隙あらば飛ぼうとしてるんですけれども、紐があるのでグッと戻される。隙あらば飛ぼうとするんだけども、グッと戻されるっていうふうに、常に実は中心中心にこう引っ張られてるんですね。で、僕らは、 物体が存在するときに物体に力を加えると、その方向に加速度が発生するという、この運動方程式という、運動の法則というやつを知ってます。ね。なので、物体を内向きに引っ張ってるなら、物体の加速度も内向き方向っていうのは、まあ、それはリーズナブルな結果、妥当な結果なんですよね。っていうふうに、まあ、こうやって計算で出てきたことだけじゃなくって、やっぱり常にね、えっと、出てきた結果は妥当だろうか、僕らの体感とちゃんと合うだろうかっていうことは考えていかないといけない。 まあ、あの、難しいのは、この僕らの体感を超えてくる世界みたいなね、話、もう物理の世界によくあるので、まあ、そういうところまで行ったらさあどうするんだって話なんですけれども、まあ、量子の世界とかだったり、相対性理論の世界だったりっていのは、まあそういうもんですけれども、そういうところもですね、やっぱりそういう世界のルールっていうのはちゃんとあるんですよね。ちょうどそれは、あの、例えて言うならば、外国に初めて住んだ時とか、えっと、 例えば、引っ越して別の県に行ってみたりとか、誰かと結婚して、別の家族と、まあ、家族自分たちで作ったりして、その時に、あの、相手方の家族の、まあ、文化とか風習が入ってくる時とかに、まあ、感じるような、あの、不思議な感じというか、あの、慣れるまでちょっと大変な感じっていうのと多分同じなんだと思うんですけども、あの、まあ、例えばね、外国なんかに住むと結局、その国にはなんかちょっと合わなくて、結局嫌いになって帰っちゃうって場合も、まあ、もちろんありますけれども、人間っていうのはなかなかこう、大したもんなので、 とにかく適応能力というか、あのー、置かれた場所で何とかするっていう力はすごく強いんですよね。最適化能力っていうんですかね。もちろん、あの、ベストな状況じゃないことも多いんですけれども、まあ、ベストなら、ベストじゃないならないなりにそこで何とかしようっていうことを人間ってできてしまうんですよね。まあ、そういう能力があるからこそ生き残ってこられたと思うんですけど、生物って本当にそういうとこ、人間に限らず生物って本当に強いと思うんですけども、あのー、まあ、だから外国なんかに住んでもしばらくするとですね、 あの、まあ、確かに自分の生まれ育った国とは違うし、自分が好きなやり方じゃないじゃないけれども、これはこれでうまくいってんなとか、これはこれで考えられてるシステムだなってことを感じることってあるわけですよ。で、それと一緒で、量子の世界とか相対性理論の世界というのも、ちゃんとその世界のルールがあるんですね。どうもその世界の根本原理みたいなやつがちゃんとあって、それに長いこと親しんでいると、あ、これはこれで納得だわ。 っていうふうに、体の中にその納得感が芽生えてきます。まあ、芽生えさせるためには、自分で何かを計算してみるとか、問題を解いてみるとか、まあ、一番いいのは実験してみるとか、観測してみるとか、そういうことだと思いますけれども、まあ、結局ね、長いことそこに馴染まないとダメなんですね。で、まあ、あともう一つね、その世界を愛せるかどうかってところも非常に大きいですよね。結局、そのものが好きかどうか。ただね、好きかどうかっていうのもね、実は長いこと一緒にいられ、あの、一緒にいるとね、だんだんだんだ、んこう、愛着が湧いてきて、 好きになってくるってことが出てきますから。なので、まあ、一番最初大事なことは、自分の頭の先入観とか、まあね、そういうのあんまり持たないで、とりあえずちょっと長く付き合ってみると。ひょっとすると面白いかもしれないし、長く付き合っても、まあ、ちょっと俺のスタイルじゃないなっていうふうに思うことも、それもあると思います。まあ、そう、そう、分かったら分かったで別にそこ、それはやめて別のことやるだけのことなので、まあ、いいんですね。好き嫌いなんてのは別に個人の自由ですから。 ただまあ、いずれにせよですね、あの、そういうふうに何か新しいものが出てきたりとかしたときには、ちょっと自分の中で、まあ、あの、自分のルールとは違うかもしれないけれども、今まで自分が知ってるルールとはし違うかもしれないけれども、新しい身体性をそこで獲得するっていうんですか、ね、って言うんですかね。<laughs> なんでしょう、あの、自転車に乗れなかった人が自転車に乗れるときとか、みたいな、そんなようなもんで、 とか、まあ、なんだろう、これ、例えになるのか分からないですけれども、なんかその棒をうまく使えるようになった時とか、武器をうまく使えるようになった時とか、なんかそんなイメージなのかな。まあ、僕は球技が下手くそで、結局全然その辺の感覚ダメなんですけど、きっと球技が上手い人っていうのは、そういう感覚持ってるんでしょうね。ある種、自分の身体性の拡張というか、そういうことが多分できてたりとか、あと、ダンサーの人とかと話聞いてても同じようなこと言ってましたけどもね。今までできなかった技が、なんか急にこう、スッとこう、できるようになるっていうような、まあ、そういう感覚、身体性を獲得するときってあるわけですけど、 それと同じことで、新しい分野のところにポンと入った時っていうのは、もう一個自分の拡張された形を手に入れるというか、別に腕が3本生えてくるとか、4本生えてるとか、そういうわけじゃないですけれども、例えて言うなら、まあそういうことなんですよね。今まで自分が持ってなかった体を新しく獲得するっていうようなこと。まあそういうことが、だん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 できるようになっていくはずなので、ぜひともですね、最初からいろんなことを毛嫌いとかするんじゃなくて、様々な方法でもってね、長くアプローチしていって、 愛着が湧くかどうかねっていうのを、まあ、の確認してみたりとするとね、面白いんじゃないかと思います。というわけで、24時間で走り抜ける物理の歩行で、えー、等速へ運動に関係するお話でした。